ライマーの伊藤ふたばです。最初がはっきりとは分からないんですけど、まあ、なんかやっぱり周りに帽子が好きな人が多かったので、結構周りで被ってる人はやっぱり多かったのかなと思います。やっぱりニューエラはすごい私の中でかっこいいブランドっていうのが印象が強くて、でやっぱりこう街中とかでも歩いててもこういろんな人が被っててよく見かける、すごい大きいブランドだなと思います。このキャップで私のために初めてこう作ってもらったキャップで、ここに私のサインの刺繍も入ってて、でなんかやっぱり大会の時とかインタビューの時とかによく被ってるので、やっぱこれはすごい思い出のあるキャップかなと思います。結構帽子好きで、いろんな形が好きなんですけど、やっぱニットキャップとかバケハとかは結構好きかなと思います。理由？そうですね、なんかやっぱ私服とかの時とかにこうワンポイントで合わせやすいのがその辺のラインかなって思います。犬を飼っているので、こうペットウェアみたいなのとか、こうワンちゃんでもかぶれる帽子とかあったらいいなって思います。男性のアイテムのイメージがすごく強いので、女性のラインもどんどん増えていったらいいなと思います。